谷落ちのイラスト谷落ちは、柔道の投げ技で横捨て身技の一つ。行動官や国際柔道連盟での正式名、アイフ略号との、相手の横か、後ろから、足を伸ばして、相手の両足を借り、相手と一緒に真後ろに倒れ込んで投げる技。右組の場合、技を仕掛ける側は相手を真後ろ、または、右後ろ隅に崩し、背後、または、右側肩から左足を、 相手の両足の後ろに当て、樹の右側に倒れ込みながら、後方に投げる。1926年、柔道の技術書、新式柔道で、金密や一米は谷落ちについて、理論に走り実際に適せぬ技、または妙味に乏しい技、だとして、掲載を省略した旨、記載する。1982年、行動管理名称が制定されると谷落ちは、含まれていた。 背負い投げや内股、払い腰などの背中を見せる技の前への崩しが不十分だったとき、体を右側にずらしながら、左足で樹の両足を止め体を捨てながら投げる。相手が背中を見せているため、前から入るよりも容易になる。内股返し、払い腰返し、跳ね腰返し等から体を捨てたケースとも言える。鳥は左手で樹の左袖をつかみ、それを 右脇で抱えるようにして、上から右手を深く差し入れ受けの左太ももを後から抱えて低い体勢を取る。その右脇と左手で樹の左腕を固めたまま右手で抱えた左太ももをすくい上げながら後方に沿って投げる。特殊な組手からかけるため相手に悟られやすいが、樹の状態を固めているため深く入ってしまうと、防ぐのは難しく、かつては試合でもしばしば見られたが、後に、 帯より下を掴むことができなくなり、使用は制限されている。このため、奇襲としてこの技を使うことは非常に難しくなった。ありがとうございます。